この動画は第14回平安時代の幕開けのおまけみたいなものになっています。今回はなぜ桓武天皇が長岡京へ遷都したのか、そしてなぜわずか10年で平安京へ遷都したのか、その2つについてお話しします。1つ目のなぜ平城京のあった奈良から京都の長岡京へ遷都したのかについてですが、主に理由は3つあったと言われています。1つ目の理由は仏教勢力の政治への不当な介入があったからです。もともと仏教は修行をすることで苦しみから救われるという民衆の救済のためのものでありましたが、この頃の仏教勢力は人々の救済よりも権力やお金を手に入れることに専念し腐りきっていたため、桓武天皇は新しい場所で新しい仏教のあり方を探すことに決めました。2つ目の理由は天皇家の派閥争いがあったからです。672年に起こった例の戦いより続く因縁のようなものですね。この戦い皆さんは覚えているでしょうか。時の天皇天智天皇の死後、後継者の座をかけて2人の王子が争いましたよね。天智天皇の弟大天の王子と天智天皇の息子大友の王子の後継者争いです。その戦いは人心の乱と呼ばれ、弟の大天の王子が勝利し天武天皇として即位しました。人心の乱以降、天武天皇の子孫が天皇の座を受け継いでいましたが、桓武天皇のお父さんである後任天皇は天智天皇の子孫であったため、それまでの天武系の血筋から天智系の血筋へ変わりました。天武系の人から見れば違う血筋の人が天皇になるのは面白くありません。不満も出るでしょうし、最悪の場合天皇の座をめぐって人心の乱のような争いが起こる可能性もあります。それを避けるため桓武天皇は天武系勢力が集まる奈良から脱出し、新しい場所京都で政治を行うことにしました。三つ目の理由は平城京付近に大きな川がなかったからです。大きな荷物は船で運んでいたため、大きな川がない平城京へは船で荷物を運べません。さらに排泄物などは大量の水を使って処理していたので、水不足の平城京ではしっかりと処理ができていなかったのではないかとも言われています。こうした理由のもと、桓武天皇は784年に長岡京で都を移しました。しかしわずか10年ほどで平安京へ遷都してしまいます。これはなぜでしょうか。決して桓武天皇が飽き性であったわけではありません。実は桓武天皇には弟がいました。弟の名前は沢良親王といい、皇太子の座についていました。とある出来事により沢良親王は亡くなりましたが、彼の怨霊によるたたりが平安京への遷都に大きく関係しています。急にスピリチュアルな話になりましたが説明していきます。784年、桓武天皇は長岡京の建設責任者に藤原種次という男を任命しました。その1年後785年に藤原種次が何者かに暗殺される事件が起きました。これは長岡京への遷都に反対する勢力の仕業であるとされ、仏教勢力や天武系派閥の人たちが容疑者として次々と捕まりました。容疑者の中から大友のやかもちが今回の事件の関係者であるとの証言が出てきました。大友のやかもちは皇太子の世話をする組織の最高責任者である東宮大部という役職についていました。桓武天皇は皇太子の世話をする組織のトップが関係者なら皇太子自身も何か関与してるのではないかと疑いを持ちました。ちょっと邪推が過ぎるんじゃないかとも思いますが、桓武天皇本人はそれどころではなかったのかもしれませんね。最終的に沢良親王が事件に関与したかどうか不明であるにもかかわらず、大友のやかもちが黒なら皇太子の沢良親王も黒だという非常に曖昧な理由で沢良親王は淡路国に流されました。そして淡路国に向かう最中、自身の無実を訴えるため飲食を絶っていたことが原因で餓死してしまいました。この直後から桓武天皇の身の回りに不幸がたびたび訪れます。妻や母親が相次いで亡くなり、長岡京では天然痘という感染症が大流行、息子の当て親王が病に倒れるなど並々ならぬ不幸が続きました。また地形の性質により長岡京ではたびたび洪水に見舞われました。洪水は地形が原因であるため、たたりなどは一切関係ありませんでしたが、不幸続きの桓武天皇は、洪水も沢良親王の怒りによって起きているんだ、と思い込んでしまったのでしょう。側近からの申し出もあり、新たな場所に都を移すことを決めました。その新たな遷都先が平安京となり、
約400年続く平安時代が幕を開けました。ちなみに、平安京へ遷都した後も、桓武天皇は佐原親王のたたりを恐れ、佐原親王に須藤天皇の名を与えたり、怒りを鎮めるため鎮魂の儀式を行ったり、立派なお墓を用意したりと、佐原親王のたたりに怯えながら生涯を送りました。今回の内容はここまでです。桓武天皇の周囲に降りかかった災いは、偶然だったものがほとんどだと思いますが、それにしたってできすぎているようにも思えます。もしかしたら、本当に弟さんの怨念なのかも。怨念なのかどうか、信じるのはあなた次第です。それでは、お疲れ様でした。